昔から言い伝えられている話でね。昔々この辺りでは人間と動物が仲良く平和に暮らしていました。ある日、もっと人間と仲良くなりたいと望んだ動物が神様にお願いしました。神様、人間と話せるようにしてください。すると神様が不思議な力を持つキラキラ光る石をくれました。その石にお願いをすると、動物は言葉を話せるようになって人間と仲良く暮らしました。その光る石が鏡石？そう、小麦が言葉を話せるようになったのとなんだか似てない？鏡石キラキラしてないわ。お話には続きがあるんだ。鏡石の評判を聞いて、たくさんの生き物がやってきて、道ができ、アニマルタウンができた。でも集まった生き物たちが争うようになってしまって、神様は悲しんで鏡石をただの石にしてしまった。鏡石に願えば願いが叶う。今はその言い伝えだけが残っているんだよ。